売国自民党ニュース。自民党の犯罪がバレた。自分から自分に寄付をして税金の控除を不正に受け取る犯罪だ。税控除の制度の悪用だ。専門家は自民党のこの犯罪は豚うんこの悪習がすごいと言う。犯人は多数だ。稲田、関係、平井、福岡、こんなの、まだ、一部分。危ない、それは詐欺。出てはいけない、その電話。聞いちゃいけない、その話。立憲民主党は、政党に対する個人寄付を普及させて、明るい日本社会を作っていきたい、と思っている。そのために、個人寄付に対する税控除制で応援する。各家庭の税金負担を個人寄付の金額だけ減らす制度だ。